パッパこんにちは、デカプリのミッキーです。ということで、オープニング前のオープニングどうでしたか皆さん。僕が作ったんですけどね、気持ち悪かったですねなんかやばい感じ出てましたよね。おもろかったっす、作ってて。はい、そしてリーシャオペン成長日記再開しました。はい、手首がね全然ね治ってないんですけど、もうこれ治んないんじゃないかなということで、もうこのままやっちゃえと、一緒にこの痛みと共に頑張っていこうということで、また再開しました。先日ねリーシャオペンの練習した時に首からね跳馬に落ちて、なんかそっからね恐怖心がねドガーンと襲ってきまして、そこからまた開けてたんですけど、まあそろそろねあの新ルールに向けていろんな技の練習していかなきゃなというところで練習を再開しました。はい、ということでね、ヤンハクソンもねめちゃめちゃ良くなってるんですよね。高さもあって、で蹴り上げもまっすぐ入ることによって高さ生まれて、ひねりもねだいぶ手が大きくならないというかコンパクトにひねれてるかなと思います。今日晴れ。違う違う、それはなってない、それは今日晴れはなってない。じゃあ僕がねお手本を見せていきたいと思うよ。いくよ、3、2、1、今日晴れ。これなんだよな。はい、ということで一人で何やってんねんって感じなんですけどね、もうなんか皆さんが今真顔でね画面を見てたのが想像できますもんねはい、すいません。はい、ここからねちゃんとリーシャオペンについて喋っていこうと思うんですけどね、本当にね走る前ね怖いんすよ。足もね全然合わなくて、合うかな合わないかなとか思いながらちょっと控えめに走ってやるみたいな感じになってますね。なんかロンダートで途中でやめると本当にね跳馬にねケツとか背中とかをね強打するんですね。だからもうあの練習はあんまりやんない方がいいなと思ってます今。でもこうちゃんとね足を合わせないと怖いんで、まあこうゆっくりやる感じでやってますね。はい、本当にねイメトレがね超大事。なんか本当跳馬を飛んでるイメージをするんですよ。難しいんですけど、自分が今跳馬を飛んでるんだぞっていう、走ってるロンダートする手つくまでのその空中に出た時のイメージをするって感じでやると、まあ頭の中でのしっかり練習ができてるなって思います。まあ何が言いたいかというと、目線のイメージって感じですかね。自分が演技してる時の目線のイメージトレーニングをまあしっかりやってるって感じです。まあね久しぶりにやってここら辺までね戻ってきたんで、だいぶ順調かなと思います。ローチェもねドラグレスクもすごいいい感じでできるようになってきたんですけど、まだまだ足りないかなというところで、そっちの方も練習していきたいと思いますね。リッセグアンもね練習ちゃんとしていかなきゃなって思ってるんで、リッセグアンの練習もしっかりしてね、技のバリエーションを増やして、まあその何か極められたらいいなと思って今は練習しています。結構グダグダなね実況になってしまったんですけども、まあねたまにはいいんじゃないかと。オープニングの前のオープニングめちゃめちゃこだわったんでいいじゃないかということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ちなみにねさっきのやつで突き指仕掛けました。はい、ということで今日は終わりたいと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そしてコメントも待っておりますので、ぜひコメントたくさんしてください。それではバイバーイ。